竹の細黒葉は、蝶木、マダラガカ黒マダラ赤に属するガの一種である。日本全域と中国、朝鮮半島に分布する。幼虫は、毒毛を備える。都市部にも生息し、しばしば庭の笹垣や竹垣で発生して、問題となることがある。幼虫は、体長、約2 7トルの木化色から、泡大々色で、胸節背面に、 複数の黒色のコブがある。幼虫には、毒棘があり、人が素手で触れると、頭痛や防震を生じ、アレルギー反応による、皮膚炎を生じることもある。成虫は、体長約10ミリメートル、体長20ミリメートル内外で全身が黒色。毒はない。幼虫は竹や笹などを食草とする。孵化後、竹や笹の葉裏に密集して張り付き、葉を食べながら移動する。 食害された葉は白く薄っぺらくなり、一見して食害の状態がわかる。成長するに従い分散し、長さ約1から1.5センチメートル、太さ約2ミリメートルになると、食草の葉裏から糸を垂らして、続々と地表に落下し、分散して、単独で活発に移動するようになる。地表に落下後、地面を這いずっていることは、ほとんどなく、 近くの壁などに登って動き回る。やがて、食草の葉裏や壁、サッシ、ドアの隙間などに炭鉱色の眉を作って溶化する。民家の庭先の黒竹等に大量発生することがよくあるが、幼虫が葉裏から糸を垂らして落下し、食草から離散し、広く単独行動に出てしまうと、効率的に駆除することが難しくなる。 市販の殺虫スプレーを噴射しても、秒殺はできず、なかなか死なないので、かえって毒針毛をまき散らされる恐れがある。駆除するときは、食草の葉裏に取り付いている時期に希釈した、スミチオン乳剤等を噴霧することが、効果的。食草の葉裏から落下して、単独行動に出た後は、個別に割り箸で積んで捕殺する。死骸や脱皮革にも、毒針毛が残っているので、 処理する際に注意する。ありがとうございます。